今日はこれからですね、焚き火をやろうかと思ってます。これは燃やす木ですね。人がいた？お、お、いいね、今のは。やっぱ追い風の方がいいな。向かい風だと厳しいね。じゃあ私が飛ばしてみましょう。これです。ダメだな。ダメだ、ダメだって本人が言ってますね。さあ今日は早く暗くなんないかな。暗くなったらこれを燃やすのが楽しみです。燃えてます。今日3連休の中日なんで、明日は台風が来るっていう話ですし、ちょっと夕方焚き火をしながらですね、ここでおにぎりでも食べようということになってます。じゃーん、これを見てください。おにぎり、焼きそば、焼き鳥、ハム、焼きそば、焼きそば、お母さん作ってくれました。ありがとうございます。この机あれだよ、あの只見町の。そうそうそう、只見の時にキャンプした時に使ったやつです。もう今5時半なんで、かなり暗くなってきました。あそこで食ってるやつが一人いますけど。おにぎりと焼き鳥とだいぶ減ってきました。もう本当になんかキャンプの雰囲気ですね。こっちでは火が燃えてるし、このか細い光、懐かしい。懐かしいよな。2ヶ月前でちょうど。もう焚き火始めてかれこれ1時間以上経ちますけれども、あの真ん中の太いやつはまだ全然燃えてないですね。焚き火を始めてからですね、1時間半、7時半ですね。もう燃やす薪もなくなりました。この太いやつはですね、やっぱり太すぎて燃えなかったですね。またこれは炭にして次に使おうかなと思います。本日の焚き火もこれで終わりです。今日はなんかキャンプのような雰囲気が出てとても良かったです。